こんにちは、こんばんは、ポートです。ということで今日は刑務所を脱獄したいと思います。ということで今日はザ・エスケートピストパート3ですね。ということで今日はサンタ町の刑務所という名前です。で、今日はサンタに なって逃げたいと思います。まあ条件ではご馳走を作ることです。ということで、まあご馳走も分かってるので、まあ机を探したいと思います、どんどん。うん、机は今日何が入ったかな。おお、まあ今日は道具ではないですね。前回はハサミを使っていきましたが、今回は違いますね。あ、ちなみにクッキーは関係ないです。パイと牛乳と偽人参を使います。ミルク、まあ赤ちゃん用のミルクはないですね。ちっちゃい子用の牛乳パックのミルクです。使うのはなんか警察官がはーって言ってますね。はーってもう気づいちゃったかな、私がもう作ろうとしてるのが。今回の実況では、まあ、金銭金はないのでやられても一応平気なんですね。このゲームやられると金銭金が取られちゃってくるわけですね。特に赤い表示が赤いの道具とかは取られやすいので、ね、多分脱獄につながると思われてて。で、まあ金銭金は今回商品というか品には金銭金はないので一応取られる心配はないですね。まあそうですね、作業的にはイージーだけどかなりクラフトします。今日はあ、やべ、なんかよし、どんどん開けましょう。ふふふふふふ。あ、待って、レシピ何、チョコレートって使ったっけ。使わなかったです。なんか瓶みたいなやつは、まあ後でまたここに戻りたいと思います。とにかくいろいろとちょっと見学しましょう。労働時間か、どうしよう。まあ1日で出るからこのゲームお仕事もできますが、1日出る人はもうすぐ出ちゃうので、まあお仕事してないですね。つまり無職で脱獄ですね。無職脱獄ですね、完全に。なんか血の気ロイヤー水漏れしてるし、上の方わパプ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 ポンプでやってる。ってことでどんどん行きましょう。あ、これはパイの皿。パイを作るときにはパイの皿が必要だった。ないか。これまた難しいな。もしかして刑務官の中にあるのかな、隠れてんのかな、刑務官の方に。まあこのゲームはあるんですね。それも兼ねて。
うん、ないね。あ、やっぱチョコ必要か。取ればよかったな。まあいつか戻ればいいか。本当にないなこれ。クリスマス、クリスマスのやつしかない。まあ今やってるのは手紙必要なんですよ。だからクラフトは手紙と料理なんですね。だからかなりクラフトします今日も。つまりごちそうを作ってサンタの手紙の隙に何かが起こるっていう感じなんですね。ということでやってみましょう。ヒントで見たら最初このゲームショー見た時はそうですね。まあどんなドラマが起こるんだろうね今日のドラマは。ちょっと期待ですね。ということで、あーやばい、本当にない。今日は探すのが基本かな多分。まあいいや。まあ普通に行こっか。ということで結局ここに行きたいと思います。まあ、ここに入れば OK なんですね一応ロード時間は。ということで自由だここで。ということで警察室に入っちゃった。ないな、本当になすぎる。あーやばい、そこから出ろ早くしようって言ってる。やばい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 。バレたか。まあ、完全に部屋にこんな囚人が入ってきたらびっくりだね。自分の部屋に囚人が買ってきた。ってよ、ね、何してるって言ったし、やばいじゃん。起きるの早。あったあったあった。やっぱ警察室にあったのかこれ。よかったよかった。サンタの手紙。よし、一つのミッションクリア。オッケー。あ、そ、ちょっと待って、さっき必要な偽認知に使う、あったあった、緑のペンとハンカチがあった。よし、これあとオレンジのペンあったらクリアだ。認知も、あ、サボってんなって言ってた。あれか、もう運動時間とか気づかなかった。やっちまった、くだらんって言って、くだらんって急げって言ったし、急げって急げ急げめっちゃ叫んでる。でももう積んじゃったな。まあ、いや、ここの探索しよう。やべえ、早くし、怒りすぎて、玄関、ゲーム館のストレスポイントが100になっちゃった。終わっちゃうからね、もう、バトルになっちゃうじゃん。もうこうなったらバトルじゃん。まあ、体力的に少ないからな、このゲームショー、設定的に最初から。難しいね、それについては。運動してないのか、この主人。やばいやばいやばい、もうこうなったら逃げろー。あの机気になったけどね、あの机何が入ってかな。後で見よう。やっぱ戦おう。あー、ドア開けたらやだ。あー、勤務官と一緒に救急隊が来ちゃった。来た来た来た。まあ貴重品なので、貴重品じゃないので救急隊が来たもまあ平気なんですけどね。貴重品だったら救急隊に没収されます。まあ早く出ましょう。ここからは元気なので。ってことでストレスポイントがゼロになったところで探索再開したいと思います。まあこのキャラは何回もやられても復活するので、復活キャラですね。さて何が入ってるかな、この机。ここだからいいもの入ってるかな。入ってなかった。やばいやばい、めっちゃクレーム来ちゃって。ここもうまあ見たことない、もうさっさと出ましょうか。そう言ってたらもう自由時間か、早いな。自由時間どうしようかな。でも偽人参作りたいときは、偽人参って IQ いたっけ、多分いるな IQ。じゃあ本でも読もうかな。うん、あー、これはもうゲットして、パイのさ、あ、牛乳あった。よしよし、これでまたミッションクリアです。ミッションクリア。
でもしこの人に入ってからこの人に関わると、おい、あ、やべ、バイバーイ。わあ、入ってなかった。気づきばっかり持ってた。この人どうかな、この人。あー、ターゲット死亡だ。怒られちゃった。また救急隊に来ちゃった。救急隊、勤務官もやられてたのか。さっきの人、さっきの人どうかな。おい、なぜなぜ耳を、バイバーイ。あ、何も入ってなかった。あ、天候だ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 。天候しないと、うう警報が鳴って、また独房についていかれちゃうんだ。天候できなかった人、独房。あ、救急隊だ。今度この人に関わおうかな。やっぱ本読みも戦ってますね今回。バトルシーンになっちゃってるし、サボるなって言ってますね。なんかサボってんなって、なんかリーダーとか言ってますね、あそこで。天候の中で、あ、逃げた、また会おうだって、また会おう。なんかすっかりバトルしたら仲良くなっちゃいましたね。ということで、あ、本当にない、本当にないですね。あ、本ここで読めんのか。ここで読もうかな。偽忍者は本つかなくていいけど、そうですね、パイは本がいるのか。何もないね、これステージか。まあいいや、読書、労働時間を読書の時間にしましょう。読書の時間に。ということで、またここに来て、はい、オッケー。やっぱここ行こうかな。ここスリルありますね、スリル、アトラクションですね完全に。もう一回見てみよう、この机。ちょっと忘れちゃったわ。うん、一緒だね、本当になかったね。ということで行きたいと思います。ということで、ここのお部屋もクリアって OK かな。このスリル満点なお部屋、キーマッカンの部屋。まあでもさっきからいろいろ考えすぎて読書の時間忘れてしまいますね。あれ、ここどこだったっけ。あ、ここですね。あ、暖炉に手紙を入れるサンタに、あ、ミスパイ、あ、ここですか、ここか。待って、これ本いるかな。いるな、40か。ということで、天候が、最後の天候終わったとき、ここに向かいたいと思います。ということで、ヒント通りでしたね。ヒント通り。ということで、あとはあれか、ペンとチョコがあれば、脱獄できるか、こっから。バイバイですね、バイバイ。もし、この中にあってから、このおっさんに。あ、お兄さんこちらって、じゃあお兄さんこちらで刑務官呼ばれるんですよ、この人。監視さん、口ほど戻ねえって逃げてますね、ずっと。俺の勝ちだと思っていたかでしたね、今のは。俺の勝ちだと思っていたかでしたね。っていうことで、そう言ってたら、いやー、すごかったですね。今日はバトルばっかりしてます、今回は。もしこの刑務官に入ってるかね、刑務官に。やべ、 HP が少ない、まずい。バトルしかしない今日、今回バトルと探すしかないですね。入ってないか、見つかったぞって言ってますね。見つけたぞって。もうやばいやばいやばい、本当に逃げよう、ガチで逃げよう。ここは逃げるんだよ。まあ私逃げるんだ得意ですからね。ということで、夕食やりました。夕食は逃走ですね、完全に逃走の時間だ。まあでもあれか、
今考えたけど視力いらないか、多分これだとファイトかだと確かそうだった、あった気がする、そう思えば。ということでどんどん逃げたいと思います。あーやばいやばい、2匹も追いかけられてる、2匹、2人ですね、2人。ここに隠れよう、医療室に救急隊がいますね。もうここでやれたら即救急隊ですね。あー見つかった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 、逃げろー、本当に逃げろ。よく走れるねみんな、2人ともなんかジョギングタイムかこれ。やばい、刑務官いた。あ、やられてる誰か。うん、また救急隊の出番ですね。救急隊忙しいですね。に人を運ばないといけないのが。うん、体力できますね、体力。お、ロッカーだ。青鬼みたいに隠れよう。ってことで、お、見つかってない。見つかってない。よかったよかった。下がってよ。バイバーイ。まあもうあれか、70以下だからもうさすがに追いかけてこないか。よかったよかった、平和になりましたね。しかもこの刑務所もうちょっとしたらもう寝る時間か、タイムリミットが迫ってきてるな、まずいぞこれ。これ1日で終わるか、難しい難しい難しい、本当に難しい。やっぱ視力使おうか、もう視力使うか使わないか、もうすごい大変になってる。やばいやばい、ちょっと急いで急いだ方が良さそう。すごいすごいすごい、すごい急いだ方が良さそう。あ、ちょうどいい、これ視力のルーレットの幅が動いてない。よし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 、どんどん上げちゃいましょう。ここはまあ40ぐらいでいいかな、50いらないかな。よし、じゃあ行きましょうか。もしこの人入ってかな、最後この人と戦ってみよう。あーやばい、救急隊来ちゃう。ほい、あれも体力少ないか。ほいほい、あ、もうやばい。ほいほい、あ、また会おう、バイバイと思っていたか、どうしましたということで、またと思っていたかでしたね。また会おうと思っていたか、倒しました。ということで、あ、あった、これだこれだこれだ、パイが作れるぞ。あ、40だとか、やっぱパイよかった、白く やっててしかも天候か、オレンジのペンが見つかってない、どうしよう、オレンジのペンが見つかなくなっちゃったし、ちょっと待って、これもう一日、あ、見逃してたか、これ未確認ですね、完全に。あー未確認ですね、完全に未確認でした、私の。よかった、でもよかったよかったよかった、これでバイバイですね、刑務所グッバイですね。ということで早速行きたいと思います。ということでどんどん行きましょう。よし、どこだったっけ、ここか、ここだここだ、ここか、ここの事務室か。ん、あれ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 、あ、これ手で持たないといけないのか、そう、手で持たないといけないのね、これ。ってことでパイ置きます、牛乳置きます、偽人参置きます、で手紙を暖炉にポイってことでしました。隠れよ、隠れた隠れた。ん、お、来た、ふーって言ってますね。お、なんか見てる。ん？なんだ？意外だったー。あー、このなりすましかい。サンタが来て服をプレゼントして雑学をしまった。まさか、これで出るとは。いや、クレイジーでしたね、完全に。っていうことで、おー、乗っ取られる脱獄だったということで、意外な脱獄でしたね、これも。意外なドラマですね、完全に。まさか、人をボーンって捨て、するとは。ああ。でもよくこんな、あの、気づきにくいのかな、こんな監視。しかも、この、サンタは白で、こっち金髪だからね。金髪傷つきそうだけどな。ちょろいぜって、ちょろいぜって言ってますね、ちょろいぜって。で、しかも、遅いな。これ、スポットライト開けたらすぐおしまいのパターンじゃん。
運がいいね、これはスポットライト来ないのは。おお、あ、どんどんスピード上がった。ソリってこんなスピードあったかな。ということで、あ、なんかゲーム感が見てる。おーい、俺のプレゼントはよ、なんだろう、石かい。石投げちゃいましたね。ということで、最後はやばかったですね。いろいろとひどかったですね。ということで、無事脱獄成功しました。ということで、今日はここまで。最後まで見てあげてありがとうございました。ということで、じゃあ、さよなら。バイバーイ。